本記事では古代オリエントの変年について、すなわち古代オリエントの歴史上発生した様々な出来事、君主、王朝の年代を決定するフレームワークについて解説する。なお、日本語においてオリエント、あるいは中近東といった用語はしばしばエジプトを含むが、本記事ではエジプトを対象としない。古代オリエント世界の都市国家や王朝には、 それぞれ独自の記念法が存在した。現代のイラク南部に多数存在したシュメールの都市国家や、その後継とも言えるバビロニアの小王朝は一つ一つの都市に固有の都市名を割り当てていた。やがて君主の即位を起点に、オ王の統治 X 年目の形式で記録を行う方法も普及するようになった。バビロニアの北方のアッシリアでは、リンムと呼ばれる一年交代の役人の名前を、 都市な表記に用いていた。このような古代の都市な記録は、それだけでは、現代の暦と接続することができず、歴史上の出来事がいつ起こったのか、あるいはある君主の即位がいつのことであるのかを理解することはできない。したがって、多くの都市なを集めた都市な表や、その他の記録をもとに、出来事や人物の相対年代、つまり出来事へと、 出来事 B の間の期間が何年間なのか、CO の即位は DO の即位の何年前なのか、または後なのかという情報を割り出すことになる。このような相対年代をもとに、主として天文学的な情報に基づいて、現代の暦と連続した絶対年代を割り出すことが古くから試みられている。また、年輪年代学や放射性炭素年代測定、さらに、 エジプトのような隣接地域の変年との同期によって、その正確性を高める努力がなされている。古代オリエント地域について言えば、変年の確率状況は以下のようにまとめることができる。紀元前3000年期前半までアッカド帝国成立より、前の、いわゆるシュメール初期王朝時代の君主たちと王朝の実在についての推定は、大部分がシュメール王朝表に基づいている。 加えて、考古学的な証拠によって証明される王もいる。シュメール王朝表は、伝説的な洪水以前の数万年に及ぶ在位期間を持つ王の知性から始まっており、神話と歴史の境界は明確ではない。また、実際には、同時代に存在した王朝を従列につないで、叙述しているために、そこから正確な年代を割り出すことは極めて困難である。よって、 この時代は一世紀単位を超えた分解能で絶対年代を割り当てることは不可能である。紀元前3000年期後半から紀元前2000年期前半まで全2300年頃のアッカド帝国の始まりと共に年代学的な記録は一貫性を持つようになっていく。基本的にこの時代の間は多数残された都品や王妃文によって誰が どの王の地位を継承したのかをよく把握することができ、相対年代を割り出すことができる。この時代の変年の鍵となるのは、アンミツ・アドゥカ王の金星年度版である。これは、ハンムラ・ビ王の四代後のバビロニア王であるアンミツ・アドゥカの時代にオリジナルが記録されたと考えられる複数の設計文字年度版文書で21年間にわたる金星の天文観測記録を残している。 これによって絶対年代の同定可能な変年上のポイントが提供されている。金星の軌道は周期的に一致するため同定されうるポイントは複数ある。これらの打ちた地域の変年との矛盾しないポイントは3カ所ある。ゆえに上記の天文学的な計算による半村美容の統治第1年は次の3つの可能性がある。すなわち前1848年。 全1792年、全1736年である。年代の古さに応じて、それぞれ、後年大説、中年大説、そして、定年大説とされる。紀元前2000年期後半、メソポタミアでは、バビロン第3王朝の成立の頃、東地中海では、海の民の登場とそれに続く、筆体東王国の崩壊の頃の変年状の情報が、不足する。 アナトリアの歴史学ではしばしばこの時代を暗黒時代とも呼ぶ。これらの変年情報の空白のために全2000年期の絶対年代を確実に同定することが難しくなっている。しかし、この時代にはエジプトで発見されている外交文書などを通じ、メソポタミアとレバントの変年とより強固な古代エジプトの変年との間で同期を取ることができる。 アッシリア帝国以降、前9 0 0年頃、記録資料はアッシリア帝国の台頭とともに、再び増加し、古代史の中でも記録資料が豊富な時代に入る。アッシリアは長期間にわたる連続した都市名の記録を残している。さらに、アッシリア王アッシュールダン三世の統治第10年の日食の記録が残されており、天文学的な計算によってこの日食が、 紀元前763年6月15日に発生したことが特定されている。これによって現代の暦と接続された信頼できる絶対年代が確立されている。プトレマイオスの欧米表やベロッソスの記録、そして旧約聖書のような古典の記録は年代学的な同期の確立を補助する資料である。メソポタミアは エジプトと並び人類史上最も古い文字記録が残されている地域であるが、紀元前3000年期の変年情報は限定的である。シュメール初期王朝時代と呼ばれる初都市国家の時代は通常、前2900年頃からアッカド帝国が登場する前24世紀頃までとされる。この時代のうち、同時代資料である王妃文や行政文書などを十分に活用できるのは、 前2500年頃以降である。これらの同時代資料を変年状にどのように築けるかという点については、シュメール王朝表に依拠している。だが、シュメール王朝表の利用には複数の困難がある。第一にこの王朝表の現存する最古の写本は、コバビロニア時代のものであり、オリジナルの成立は古く見ても得る第三、王朝時代であるため、 より古い時代についての信憑性に疑問が持たれることである。第二の問題として、この王朝表は A 王朝から B 王朝へ、ついで C 王朝へという整然とした王朝交代が行われたという体裁で除述を行うが、実際にはこれらの王朝は同時代に並立していたと考えられることである。さらに、 有力都市べてを記録の対象とはしていないし、伝説的な洪水の前後の王朝から、ウルク第一王朝の王とされるギルガメシュの頃までの初期の王には、空想的に長期間の在位念が設定されており、到底史実として取り扱うことができない。それでも、考古学的発見によって、そのすべてが空想の産物ではないことも明らかとなっており、 注意深く取り扱うことによって有用ううな変年情報を得ることができる。他に、ウルやラガシュのような都市の遺跡では、王妃文や王母などから発見された王名を持つ考古学的遺物によって、歴代王の即位順などの時系列情報を得ることができる。不確定要素の多い資料に依存するため、紀元前3000年期の変年情報には未確定の要素が多数残されており、 時系列的な情報や特定の王の絶対年代についても一世紀単位での修正が行われることがある。例えば、ウルクの王エンシャクシアンナの知性はかつて全2500年頃とされていたが20世紀後半までの議論で全2400年頃であると概ね認められるようになった。シュメール王朝表が伝える王の在位年数はアッカド帝国の成立前後からより実際的に 思われる、統治年数が割り当てられている。これを用いて、各種の資料や計算を通じて、アッカド帝国時代から維新第一王朝時代までの連続した変年が提案されている。しかし、アッカド帝国の最末期の分裂の時代から、ウル第三王朝による統一までの期間に、変年上の空白があり、この期間の長さについての定説は存在しない。このため、 ウル第三王朝以降の相対年代と、アッカド帝国以前の相対年代を確実に接続させることはできていない。全3000年期末のウル第三王朝の変年についてはその後の時代と相対年代が接続されている。ただし、ウル第三王朝の絶対年代は、全2000年期の変年の絶対年代が確定していないため、 確実に割り当てることができない。法実する中年代説を前提とした場合、最もよく使用される、ジョン・ブリンクマンの提案した返年では、ウル第三王朝の絶対年代は、前2112年、前2004年となる。最も有力な中年代説前2000年期に入ると、古代オリエント世界の歴史の手がかりとなる資料は、飛躍的に増大する。一方で、 バビロン第3王朝の成立前後の時代の変年情報の欠乏のため、この時期以前の時代の変年は、不動する変年である。別の言い方をすれば、全16世紀以前の変年は、相対変年としてその内部においては、整合的であるが、現代の暦と連続した絶対変年として確立されていない。また、メソポタミアの変年及び、 レバントとアナトリアのそれは古代エジプトの変年に強く依存している。このためにエジプトの変年に問題がある限り、その問題は変年上の動機によって受け継がれる。前2000年期前半の変年の鍵となる記録がアンミツアドゥカ王の近世年度版である。これはハンムラビ王の四代後のバビロニア王であるアンミツアドゥカの時代にオリジナルが記録されたと考えられる。 先生術の設計文字年度版文書の一部で21年間にわたる金星の天文観測記録を残している。しかも、同書版の十行目にアンミザ・ドゥカ王の統治第8年目の年名が記されている。これによって絶対年代の同定可能な変年上のポイントが提供されている。金星の軌道は周期的に一致するためアンミザ・ドゥカ王の金星年度版の記録に 整合するように金星が観測されるポイントは複数ある。これらの内田の地域の変年との矛盾しないポイントは3箇所あり、それらは56、64年の間を置いて訪れるため、それぞれの学説の間で56年、または64年、絶対年代の想定が異なる、高年代説、中年代説、定年代説という3つの説が提案されている。 これらの主要学説は、アンミツァドゥカの統治第8年を基準としている。アンミツァドゥカ王の統治第8年の童貞は、ハンムラビの在位年を定義する。それぞれに基づいて、バビロン第一王朝の王、ハンムラビの在位期間の絶対年代を割り当てると、全1848年から1806年、全1792年、全1750年。 前1728年前1686年となる。また、バヘガーザヤは最も最近の研究で、近世の基本的な8年の周期がより良い指標であることを主張し、定年大説よりもさらに32年、想定年次を後にずらした超定年大説を提唱している。日食記録や他の手段を用いて、変年を確定する試みは他にもあるが、 それらは未だ広い指示を得ていない。中年代説は各種の文献で一般的に使用され、直近の考古学や古代オリエント史の教科書もそれを使用し続けている。定年代説はその次に有力であり、後年代説と超定年代説は明らかに少数派の見解である。なお、アンミツアルカオーの近世年度版については口述する問題もあり、その記述に、 絶対の信頼がおけるものではない。全21世紀初頭についての年輪年代学の成果は基本的に定年代説を反証している。ただし、口述するように、現時点において古代オリエントの連続した年輪年代学の変年は存在しない。アナトリアの樹木による青銅器時代と鉄器時代の相対変年が作成されているが、 連続した変年が開発されるまでは古代オリエントの変年を改善するための年輪年大学の有効性は限られている。疑問不付きとなる期間の大部分について、定年代説の変年は、中年代説の対応する変年に64年を加算することによって算出することができる。以下の表は競合する複数の説の概要を示し、いくつかの基準となる。 年次の中年代説との差分を一覧にしている。このアンミツ・アドカ王の統治第8年を基盤に、シュメール王朝表や、バビロニア王名表、アッシリア王名表、アッシリアバビロニア関係史、バビロニア年代キピーのような王名表、年代史から得られる王の在位期間、過去の通じ性を考慮することで、全2000年期の変年が組み立てられている。例えば、全2000年期初頭に、 バビロニアで勢力を持った維新第一王朝とラルサはそれぞれ王名表やトシナの記録を残している。そして、ラルサの最後の王リムシン一世の統治第30年の名称は維新を滅ぼした年である。トシナはこの時代には前年の出来事に基づいて記録されたので、実際にはラルサのリムシン一世が維新第一王朝を滅ぼしたのは統治第29年ということになる。 一方で、維新第一王朝最後の王ダミクイリシュの在位期間は、シュメール王朝表で23年間となっているので、ダミクイリシュの統治第23年は、リムシニ一世の統治第29年に該当することがわかる。同じような手順で、バビロンの王ハンムラビとリムシニ一世の間の相対変年を割り出し、ハンムラビの四代後の王であるアンミツアドゥカの 在位期間と連結させることで、高、中、定年代説に基づいた、一新第一王朝やラルサの絶対年代を割り出す、ことができる。仮に中年代説を採用した場合、ラミクイリッシュの統治第23年イコール、リムシン一世の統治第29年イコール、ハンムラビの統治第1年の2年前イコール前1794年となる。以下の表は上に述べた、相対年代と、 中年代説に基づく絶対変年を示したものである。ただし、これらの資料も相互に矛盾する記録、万感の差分、記録者による作為など様々な要素によって完全な整合性が取れないことがある。そのため王の即位順などについては、問題ないにせよ、相対年代と絶対年代の割り当ては学者によって細部が異なる場合もある。例えば、 維新第一王朝の歴代王については、シュメール王朝表の3つの写本と、独立した王名表の2つの写本がある。校舎の王名表は、維新大ダミクイリシュに4年の在位期間を与えており、シュメール王朝表は23年の在位期間を与えている。またラルサの王名表は、リムシに一世の在位期間を61年とするが、 他の資料との相互関係から実際には60年と考えられている。天文学上のイベントを起点に、各王の在年数を積算して年代を割り出す場合、このような矛盾する記録に対してどのような処理を行うかによって当然年代設定上の差異が生じる。バビロン第一王朝の滅亡からカッシート長が支配を確立するまでの期間は、 王の即位順なども含めて未解決の問題が多い。前千年期後半にバビロニアの支配権を握ったカッシートの王たちの変年情報を提供しているのは、まず後代の資料であるバビロニア王名表映だが、これには36人の王が576年9ヶ月の間支配したことが示されている。カッシート王朝の後半については、アッシリア・バビロニア関係史など、 複数の情報があることから各地との相対年代をある程度確認でき、その滅亡は前1155年に同定されているが、そこからバビロニア欧名表 A の記述に従ってカッシート王朝の成立時期を逆算すると前18世紀に遡ることになる。実際にカッシート王朝がバビロニアを支配していたことが確認される最も古い年代は前1500年頃とされ、 これはカッシートの王ブルナブリアシュ一世とアッシリアの王、プズル・アッシュール三世との間の国境策定に言及したアッシリア・バビロニア関係史の記録である。カッシートの王党の変年はブリンクマンによって研究されたものがよく通用しているが、初期の王の同定や年代、即位順など未解決の問題が残されている。この時代にはバビロニアの変年とアッシリアの変年を結びつける。 ことのできる複数の資料が存在している。ただし、アッシリアの変念も完全には確立されていない。アッシリアでは、リンムと呼ばれる一年人気の役人が毎年任命され、それぞれの年は在職していたリン務の名前で呼ぶという独特の記念法を持っていた。そしてこのリンムの名前を修正したリン務表。 林無年代史などと呼ばれる文書が作成されており、全1000年期の変年確率には決定的な要素の一つとなっている。しかし、全2000年期後半に該当する林無表が発見されておらず、各種の文書に記載されている林無年がどの王の統治何年目に属し、時系列がどのようなものであるのかが確実に同定できないため、多くの場合にその絶対年代は、 厳密には決定できない。また、この時代はエジプトに残された記録との間で同期が取れる。バビロニアやアシリア、そして他のオリエント諸国の王とエジプトの王アメンヘテプ3世やアクエンアテンとの間で交わされた書簡がエジプトのアマルナで発見されており、354通が知られている。これらの文章に登場する王たちの間の同時代性は明らかであり、 変年はこれに矛盾しないように成立されなければならない。紀元前千年期の変年で決定的に重要なのはアシリアの王アッシュールダン三世品の統治第10年にニネベで観測された日食の記録である。この日食は天文学的な計算によって前7 6 3年6月15日に発生したことが確実に同定されている。 もう一つ重要な要素はすでに述べたリンムの名前を用いたアッシリアの独特の記念法である。戦術の日食はアッシリアの年名ではリンム・ブルサギレの年に発生している。前1000年期については1910年から1649年までの連続したリンム表の年な記録が残されており、日食を起点に信頼性の高い絶対年代を復元することができる。 加えて、このリンム表がカバーしている時代とプトレマイオスの、欧名表のカバーする時代が一部重複しているため、これを軸に、古典古代のギリシア・ローマの記録とも連結することが、できる。プトレマイオスの欧名表は、2世紀に、天文学者クラウディオス・プトレマイオスが新バビロニアの、初代王ナボポラッサルから、ヘレニズム時代までのバビロニアを含む各国の王、統治年数、 日食と月食を記録したものである。また、断片的ではあるが、シンバビロニア王、ナボポラッサル、ネブカドネザル2世、ネリグリッサル、ナボニグスの年代史も残されている。以上のことから、前千年期の変年は、現在の暦と連続した信頼性の高い絶対年代を算出することが可能であり、前763年6月15日の日食は、 古代オリエントの変年における基礎とされている。アナトリアからエジプトに至るまで続く地域では、数千もの設計文字の粘土板が発見されている。その多くは、現代の食料品の領収書と同様の古代の領収書であるが、これらは建造物やモニュメントの碑文と共に古代、オリエントの変年情報を提供している。 根本的問題を明表歴史上の統治者の一覧を記録しておくことは古代オリエントの伝統であった。王秘文一般的に古代オリエントの政治的支配者たちは公共事業に自分の名前を残したがっていた。支配者が建てた神殿や彫像は建造者の名前に研究する短い秘文を持っている可能性が高い。王たちは戦いの勝利、獲得した称号、 神々を満足させたことなどを公的な碑文などの形で確実に記録した。これらは支配者の統治を追跡するのに非常に有用である。無論取り扱いには慎重を要する。例えば、アッシリアの王碑文は多数残されているが、これは王の治世中に編集、再編集が繰り返された。このために同一の事件について矛盾する記録が残されている。 年代史多くの年代史によって古代オリエントが再構成されている。多くは一部のみ、または断片的であるが、他の資料と組み合わせることで豊富な変年情報を提供してくれる。王妃文が通常王の一人称でその業績を語る形式を取るのに対し、年代史は三人称で序述する年代順の記録である。その多くはバビロニアで作られたものだが、 アッシリアでもアッシリア・バビロニア関係史が発見されている。都品表現在の暦と異なり、バビロニアの古代の暦はその時の支配者が何年間支配していたかに基づいていた。ある都市はハンムラビの地世第5年であるかもしれない。その一環として、王のそれぞれの都市はウルが打ち破られた都市のような都市名が与えられた。ほとんどの場合、 これは支配者の功績を反映しており、これを修正したものは、都名表と呼ばれる。例えば、ハンムラビの知性の最初の10年にはそれぞれに、以下のような名前が与えられている。即位の年国内に正義を確立した都市、ナン人の玉座を作った年がギアの上塞を築いた、都市を作った都市ラス女神のを作った都市、ウルクとイシンを荒らし回った都市、エムトバルを荒らし回った。 都市ハムラビヘガル運河を開いた都市マルニウム全滅の年このような年名は、ウルダイ三王朝時代にはその年の出来事にちなんで命名されたが、コバビロニア時代には前年の出来事に基づいて命名された。臨務表はシリアではリンムと呼ばれる役人が毎年任命された。この役職は任期が1年間であり、おのおのの年は在職中のリン務の名前によって記録された。 例えばある油の死休記録は以下のような書式で年名を示す。マリさん高級油0 5リットルディリトム女神用、マナの月14日リング、アウィリアムロン、細部が明確であるとは限らない。しばしば王の知性に釣り合わないほど多くの、あるいは少なすぎるリングがリストされており、また異なるバージョンのリング表は、異なるリングを載せている場合が多い。一つの実例はマリリング表である。 多くの臨無表が見つかっている。これらの臨無表は、臨無の氏名を並べるだけのもの、臨無になった人物の感触名を記すもの、さらにそれに加えてその年に発生した重要事件を簡単に記録したものの3つの形式があり、最後のものは臨無年代史と呼ばれる。紀元前千年期については、通常の臨無表が1910年から1649年まで、 林ム年代史が1857年から1700年までの期間残されており、アッシリアの変年に重要な情報を提供している。日食の記録と合わせることで、現在通用しているアッシリアの変年の絶対、年代が求められている。貿易、外交、及び支払い記録考古学において、しばしば見られるように、日々の記録は文明を最もよく描き出す。 設計文字年度版は、同盟を結ぶため、戦争の警告のため、日用品の出荷書類や、売掛金の決済のため、常に古代オリエント世界を移動していた。我々が不必要な領収書を捨てるのと同じように、ほとんどは使用後に投げ捨てられた。古典古代のいくつかの資料が利用可能である。日食古代オリエントの変年を特定するために、 多数の月食と日食の記録が用いられている。多くの場合、実際の日食、月食を割り出すには、年度版の記録自体の曖昧さが障害となっている。そのため、これは、コンピュータモデルを使用して、その場所で食がいつ観測できるのかを示す問題となるが、地球の時点原則を、モデル化しデルタ T を算出することの困難さによって、煩雑なものとなっている。 一つの重要なイベントはニネベの日食である。アッシリアのリン無表のグザナのブルサギレアッシュールの都市で反乱が発生した。島の月に日食が発生したという記述からその情報を得ることができる。この日食は百7 6 3年6月15日に確実に同定されている。別の重要なイベントはウル第三王朝のシュルギ王時代の月食と日食の 組み合わせの記録である。日食を利用した変年の計算のほとんどは、アンミツ・アドカの近世年度版が信頼に足る情報源であるという過程によっている。年輪年代学は、年輪が表すと仕事に異なる樹木の成長パターンを用いて、変年を構築する試みである。現在のところ中東では、年輪年代学に基づいた連続的な変年は存在しない。 アナトリアの樹木を用いて、青銅器時代と鉄器時代のための相対変年が作成されているが、連続的な変年が開発されるまで、年輪年大学の古代オリエント変年における有効性は限定的である。年輪の変年を現代の暦と連続させることの困難さは主に、ローマ時代の良好なサンプルがほとんど見つからないことにある。発見されるサンプルの多くは、 オリエントの外から輸入されたものであることが判明している。エジプトと東地中海での放射性炭素年代測定が示す年代は考古学者たちが提案している年代よりも1世紀か2世紀、古い時代にずれている。どちらに基づいた変年が正しいのか明らかではない。この地域における放射性炭素年代測定の結果がなぜずれて、 いるのかを説明するためのメカニズムが考えられている。同様に考古学的な変年が時代を新しく想定しすぎていることを示そうとする論理的な議論が行われている。正解が出るにはまだ時間がかかるであろう。加速器質量分析に基づく炭素年代技術の普及はこの問題を解決するのに役立つかもしれない。別の有望な切り口は構造物から得られる。 石灰岩の変年である。最近では、エブラの最終的な破壊の年についての放射性炭素、年代測定結果が明確に中年代説に有利であることが示されており、超低年代説が決定力を持つ説とはみなされないことが強調されている。エジプト少なくとも、トトメ水星時代以来、エジプトはエジプト外のオリエントに強い関心を示した。 時には一部の地域を占領し、後にはアッシリアによって再占領された。鍵となる同期点は以下のようなものである。インダス川流域インダス川流域の文明とオリエント世界が交易を行っていた証拠は数多く残されている。このことはウルダイ三王朝とペルシア湾の風デによって示されている。加えてメルハの地が インダス川流域を指すとした場合、アッカド帝国からバビロン第一王朝の時代までの範囲の広範な取引記録が残されている。サントリーニ島及びトーチなカウミギリシア製の品々ナナは直接アナトリアへ、そしてティプロス島を経由してエジプトを含むオリエントへ流入した。ヒッタイ島トドハリア4世はアッシリア人の封じ込めの試みの一環としてティプロスを占領した。 サントリー二島の大噴火はこの地域の変年の起点となりうるポイントを提供している。大規模な噴火は噴煙を直接アナトリアに到達させ、軽石が周囲の海を満たしていたであろう。この軽石はエジプトで確認することができ、明らかに貿易を通じて持ち込まれたものでる。レバント地方で現在行われている発掘作業もこの年表に情報を追加する可能性がある。 サントリーニ島の大噴火が発生した正確な年次は激しい論争の主題となっており提案されている年代は前1628年から前1520年の間である。放射性炭素年代測定の結果は前1627年から前1600年の間である確率を95%の確率であると示している。考古学者ケビン・ワルシュは この放射性炭素年代測定の結果に同意し、全1628年の出来事であることを示し、これが地中海考古学で最も議論されるべきイベントであると考えている。ありがとうございます。